こんな感じね、こんな感じ。はい、トロッとしてくるんですよ。で、このトマトのトロッと仕上げるのがポイント。どうも、料理マネタン料理です。はい、ということでですね、今回はですね、夏もっこりということですね。まだか、初夏ぐらいか。でも暑いっすね、もうね。ということで今回はですね、トマトをですね、トマトレシピってそんなになかったりするんですよ。生のトマトを使うやつな、トマト缶とかいっぱいあるんですけども、生トマトを使うレシピあんまなくて、今回今年はね、ちょっとトマトをいっぱい食べていきたいなっていうふうに思いましてね。トマトってのは栄養素すごく豊富でですね、旨味もたっぷりで非常に使える食材なんですけど、割とね、この生のトマトってレパートリーなかったりしませんか？皆さん大体生で食べますよね。でも今回ですね、まあサムネイルで皆さん来ていただいてるんでは分かると思うんですけど、今回トマトの炒めです。アンチチャオダ、よく調べたんですけど、僕本当に中国だと一番最初に覚える家庭料理だっていう風に言われているんですよね。それぐらいポピュラーな家庭料理です。アンチチャオダ、最高に美味しく作れる方法をですね、研究しましたんで皆さんに発表していきたいと思います。本当に簡単、僕が目指すのは本当家庭料理なんで簡単だけどどこよりも美味いです。アンチチャオダ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まあもうね、材料はね、トマト1個、まあ大体 150g から 170g ぐらいのものですね。はい、1個、あと卵2個1人分ですね。この料理は火の通し方で、まあ中華って全部そうなんですけど、火の通し方で結構味が変わってくるんで、材料はシンプル、そして味は最高っていうのを作っていきたい。まあね、まあまあトマトと卵の炒めを作る上で何が重要か、やっぱりですね、中華なんで中国の気持ちを理解するのが一番いいんじゃないかな。飲みます。はい、紹興酒でございますね。僕ね、紹興酒は結構好きです。はい、まあ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 、中華の気持ちを理解するために飲んできます。紹興酒って、あったかくして砂糖で飲むっていうのが日本だと通例なんですけど、中国だと安い紹興酒を飲むために砂糖を入れるみたいなのが、だからいい紹興酒は、あんまり砂糖入れないっていうのが通説らしいです。はい、酒靴の酒知識でした。間違ってたらコメント欄で修正してください。じゃあ作っていきます。まあ、まずね、トマトですね、切っていきます。まず、真ん中、あ、いいトマトだね、これね。こう、ね、ヘタのところをね、こうやって切っていきます。本当に丁寧にやるんだったら、トマトって湯むきした方がいいんですけども、僕はね、湯むきってね、あんま好きじゃないです。せっかく食べられるトマトの皮を捨てるのはちょっと忍びないんで、僕は、捨てません。カットしていくんですね。はい。今、ヘタ取りました。で、カットしていきます。で、まあ、こういろんなやり方があるんですけど、僕は、八つ切りにするのが一番好きです。トマトはあくまで大きく取ります。トマトの炒めですからね。はい、これはね、結構小さめに切る方とかもいらっしゃるんですけども、僕はこの切り方、でやります。はいはい、トマトね、2つね。ここにね、味付けをしていくんですね。お塩ね、マナブをね、4分の1、ね、小さじ4分の1入れます。味の素を、3振り。卵に味の素のうまみをつけた方が絶対に美味しいです。味の素ないって方は、まあ、トマトの方に中華スープで味を、卵の方に中華スープで味をつけてもいいんですけども、僕はね、味の素入れます。はい、水が入ると卵ふっくらしますんで、水入れてください。これ小さじ2杯で結構です。はい、こんぐらい、混ぜていきます。これね、完全に混ぜちゃっていい。シンプルな料理だからこそ、こういう味付けが大事です。で、今回はね、お醤油もオイスターソースとかも全部使わないんですよ。これシンプルな味付けでいきます。今回はシンプルに卵と、トマトの良さを引き出していきます。じゃあやっていきたいと思います。あ、ここにね、油。だいたい小さじ2ぐらいね、引いていきます。はい。ここは中火ぐらいでいいです。今すぐできるですね、半熟卵のね、作り方をね、教えますんで。中華の王道とかだと結構強火でやってくるくるってやってすぐ取り出すみたいなことをやったりもするんですけども、あれ割と急ぐんですよね。家庭でやるのなかなか難しいなって僕この間思ったんですよ。なんでもっと簡単なやり方この間発見しました。温めてください、フライパン。油引いてヘラ用意してください。で、油がつるっと流れるようになったら、これ油温まってる証拠ですんで、でここに卵を入れていくんですね。はい、
はい、この状態全然、火取ってません。ちょっとかき回していただいて、はい、端からどん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 、卵って端から固まっていくんですよ。どん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 端からね、真ん中に持ってってあげるんですよ。そうすると、あの、急がなくても自然とスクランブルエッグができていくっていうやり方なんですね。端から真ん中に集めていく、これ重要です。ほら、トロトロになってくるでしょ。これ真ん中から端に集めていくだけで結構ね、こんな感じのトロトロエッグができるんですよ。ほら、どうです、どうです、もうトロトロエッグで、これをなんか強火でやろうとすると結構難しいんですよね。はい、こんな感じね、こんな感じ、全部こっちに移す。はい、これね、半熟ですから、これ硬すぎないスクランブルエッグができます。はい、今度強火にします。ごま油が大さじ半分、これぐらいかな。はい、今回はもうシンプルにいきます。あの、ニンニク頼らない、トマトを炒めていきます。もう本当に、あの、今回ね、本当に少ない調味料でいきます。ちゃんとトマトを炒めることが重要です。トマトが生煮えだと卵との食感のね、コントラストがうまくいかないんですよ。ちゃんと炒める。で、ここに炒めるんですけども、味付けしていきます。お塩ね、一つまみ、僕の一つまみって大体これぐらいですよ。大体ね、これ 1g ぐらいなんですよ。1g の塩、この一つまみの砂糖ですね。はい、これも 1g ぐらい。はい、味の素、まあ、一振りか二振り、二振りぐらいしとこうか。トマトの角が取れてトロッとしてくるの分かります。こうしたらちょっと火を上げてください。はい、トロッとしてくるんですよ。で、ここに胡椒、まあ、あればなんか粉胡椒の方がいいですけど、僕はブラックペッパーでいっちゃいます。はい、このトマトめっちゃ美味しいですから。煮汁がトロッとしてきましたよね。ここトロッとしてくる。本当の作り方だと、あの、片栗粉を入れたりするんですけども、僕は調味料が少ないから片栗粉入れなくていいんですよ。火止めましたね。火止めたらここに卵を、ね、戻します。で、ざっと混ぜ合わせる。はい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 、 OK、 はい、完成。できましたんで器に持っていきます。簡単でしょ。で、このトマトのトロッと仕上げるのがポイント。盛り付けがね、結構難しいんだよね。トマトのぐじゅっとしたところとこの卵のトロプルッとしたところが相まって最高に見えるんですよ。じゃあこちらでトマトと卵で完成でございます。それでは、あっちゅう間にできちゃいましたね。シンプルだけどめちゃめちゃうまいってことを証明してみます。じゃあいただきます。トマトがすごく崩れてた。それではいただきます。だいぶうまいわ、これ。崩れて煮詰まったトマトにこの卵が絡んで、食感のコントラストも最高。プリッとした卵とクシュッと崩れたトマト、これの食感、まあいいですね。これめちゃくちゃうまい。トマトも炒めてあるから甘みも出てて、すっごく卵に合います。ラー油ですね。ごま油の香りも入ってますから、ラー油かなり合うと思います。トマトとラー油が合うって誰が分かったん。これめちゃくちゃうまいよ、これ。最近で一番かな、これ。シンプルでうまいのがやっぱりすごいなと思ってきて、卵とトマトでこんなうめえんだって感じ。やばい、やばい。いただきます。うめえ。どんな感じなんだ。違うでしょ。そう、あそこなんすよ。うまいのか疑ってました。食べたことない人多いのかな。いや、あんまない。俺は結構、あの、中華料理屋さんにはあるね。でも確かに中華料理屋さん以外だと見たことないかも。ご飯マジ合うよ、これ。そうだね、何でもいける。ラー油バージョンいったらもう酒になっちゃうんですよ、これ。酒とかになっちゃうんですよ、これ。複雑な味するような感じで、そんなに、あの、調味料使ってない。トマトを生かしてるから。俺はもう 毎回がみんなに食べさせるから戦場だから、ここまたこの味がと思わせたくないっていうね。新しい、これ新しいでしょ。たまにこういうの出さないと、またソウミシャンダンの味や思われても、ちょっともう俺あれなんですけどっていう、あの、ちょっと心意気が詰まったレシピだったので、おかずにもつまみにも最高にいい、しかもめちゃ簡単で調味料少ないんで、ぜひ皆さん試してみてください。正式名称か。フォア、フォア、なんとかかんとかが。
はい、出ましたね、ファンチェチャオダ